かずりとは、印刷されている切手内紙完成はがき、紙幣、収入証紙などに、何らかの理由により、文字や図案などを重ねて印刷されたものである。特に、切手の場合には、かずり切手と呼ばれる。また、切手の額面を改定するために印刷版に、改定額面を付け加えて新たに印刷した場合には、点札と呼ばれることもある。完成している切手や紙幣に対しかずりされるのは、 当初印刷された当時の目的が変わったためであるが次のような理由でなされる場合がある。新規に切手を印刷するのが間に合わないなどの理由で在庫の切手に新学面を重ねて印刷する場合がある。第一次世界大戦直後のドイツや国境内戦時の中華民国などでインフレーションにより郵便料金が急激に値上がりしたことから新料金の数理が行われたケースがある。 戦時下で占領軍が非占領国の切手を摂取し、自国の国名などをかずりする場合がある。日本が第二次世界大戦で東南アジアを占領した初期に現地の切手に日本語で飾りした切手や朝鮮戦争で韓国を占領した北朝鮮の朝鮮人民軍が飾りしたケースなどがある。すでに発行されている切手に記念する文字や図案を飾りすることで、 新しい記念切手として発行する場合がある。これらは記念切手を図案作成から行うよりも早く発行できる利点がある。その一方でかすり切手の方が希少となった場合には容易に偽造されやすいという欠点もある。またかすり切手の中には従来から印刷されている切手に文字を組み込んで新規に印刷される場合がある。 日本では1942年に発行されたシンガポール陥落記念切手は普通切手に文字と寄付金を組み込んだ切手であった。また1961年の郵便90年記念切手は前島ひそかが描かれた1円普通切手のすり色を変更した上で額面の1の隣に例を加え10円とし郵便90年記念の文字を加えたものであった。郵便局などに 商品見本や新眼間別用の目的として見本と数理した見本切手や見本完成はがきが配布されることがあるが、これは切手やはがきとして印刷されたものに数理される場合が多い。政権が交代したことを機に切手や紙幣に対して何らかの数理が行われる場合がある。イランでは革命で王政が打倒された時に旧政権が発行していた切手や、 紙幣の国王の肖像を塗りつぶしたが、このような事例は世界各国である。また1946年には、米軍占領下の韓国で、米軍当局が在庫として残されていた日本切手に、朝鮮語をかずりしたものを発行しているが、これは前日の占領切手と同様に独立などで、統治者が変わったために行われたものである。ありがとうございます。